はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、一応まだ御剣弁護会で、前回、このヤハリが証言してくれたわけよ。で、そしたら、この大騒ぎ夏美と、このおじいちゃんに加えて、なんかこう別の時間軸の証言が明らかになったわけよ。待てよ待てよと。この二人は、おじいちゃんと夏美は、こっちの証言だよ。午前0時過ぎ2発の銃声を聞いたと。でも、ピストルは3発発射されている。で、その、もう一発の音をヤハリが聞いてたんだよね、ヤハリが。だから、そこの時間に何かあったんじゃないかってとこを掘り下げて、で、一応、なるほど的には なんかあるらしい、持論が。今回の事件が解決したというね、なんか確信があるっぽいから、ちょっと見ていこうかなと。まあ、多分俺やらされるんだけど、やっていこうか。生倉弁護士はその時に殺害されたのです。そうだね、そう考えないと犯人は御剣しかいなくなるからな。弁護士、何を言っておる？では、このボートの上の人影は一体誰なのだ？え？でも、生倉弁護士は12時半より前に、12時じゃない、12時15分より前に亡くなってるから、生倉弁護士は入んないと思うんだよ。だから、これ？そうだね、もちろん御剣と犯人ですよ。犯人は生倉弁護士を11時50分に殺害した後、生倉弁護士になりすまして御剣に会ったのです。めちゃくちゃだな。さすがにめちゃくちゃすぎるけどな。そんなバカなことが。証明できるか？御剣はなぜ事件の夜湖に行ったのかを話してくれません。しかしおそらく、あの夜御剣は生倉弁護士に呼び出されて湖に行ったのです。剣は生倉弁護士の顔をよく知らなかった。確かにな、それはありえるよな。だから犯人が入れ替わっていてもわからなかったのです。まあ可能性はあるな、そう言われてみれば。面識がないんだったらな。なんということでしょう。てれてん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 
バカな。なるほど、君。一体あんたの言う犯人とは誰なのですか？犯人ですか？そいつの名は、夏美ではないでしょう。わからないって言うべきかな。なんかわからないでも案外ね、なんか成功するんだよな。でもな、夏美であるという根拠がないもんな。だってちょ、わからないってみるか。だって夏美であるという根拠ないもんな別に。まあ自動撮影だから別に夏美がいなくても多分できるんだけど、夏美である証拠ないよな。だって一旦わからないってみていい？なんかわからないでも案外なんか通ったりするから。え、でもそいつの名は、いや犯人ですか？そいつの名はって言われたらさ、ちょっとなんかあれだなちょっとあれだよな。え、夏美犯人お前。でも今これあれなんだよ、なるほどの本当になんか空想じゃないけど持論で今語ってるから、まあ夏美説もなくはないよな。でもいや分からないだよな。だってひょっしの撮影に来た大学生っていうか、まあフリーカメラマンっていう情報しかないもんな。だってまあ自動撮影だから夏美がここに来ることは可能なんだけど、証拠ないしな。証拠ないし、まあ実証ってのも怖いけどな。一旦わからないってみていい？
そんなの分かりませんよ。分からない。貴様ふざけるな。だって名乗りませんでしたからね。あ、正解っぽいぞ。分からない正解パターンだな。あれなんだよ、そう、あの下手に俺一回失敗したんだけど、下手にじゃあもう一個の選択肢、その夏美とか選んでもなんか、あ、すごい失敗すんのよ証拠ないからさ。やっぱ分からないも大事だな、選ぶの。犯人はボート小屋の管理人、あのおじさんですよ。彼は11時50分生倉弁護士を殺害したんです。まあでもそうだね、おじいちゃんが仮にそのねえ、この DL65 事件の関係者だとすると、まあ可能性はあるような、生倉を殺す動機というかさ。管理人のおじさんが一体どこで、その時間湖にボートはなかったんですよ。誰かを撃つためにわざわざ湖の真ん中に出る必要はない。今回の本当殺人現場はボートの上ではなかったのです。何ですって？出ては一体どこだというのですか？え、いやまあ消去法的にここじゃないの、普通にね。えここでしょ、ここ夏美のあれじゃん、テリトリーじゃん。でここあれじゃん、やはりのテリトリーじゃん。でここがじゃあ管理人だからさ、まあここだよな、違うかな。そうだね、もちろんここです。彼が住んでいる管理小屋ですよ。誰にも見られず被害者と会うことができますからね。どこが殺人現場だったという証拠はあるのか。さっきのやはりの証言を思い出してください。お、解説すんの、めっちゃ動いてんなめっちゃ動いてんな。やはりはあの夜ボートで探し物をしていました。帰ってきたね。それを見つけて彼はボートを返します。そして帰ろうとした時、彼は銃声を聞いた。さてこの時彼はヘッドホンしていました。でも銃声は聞いている。そうだな、近いってことだもんな。つまり銃声はやはりのすぐ近くで鳴ったことになります。それはどこか。ボートの管理小屋ですね裁判官なんか乗ってくれていいな、すごい助かるな。なるほど君、あの夜ひょうたん港で一体何があったのか最初から説明してもらえませんか。乗る気だね裁判長。なるほど君、大丈夫なの。でもこれさ、新しいあれ組んじゃうの、ゲームシステムだって今までのさシステムだったらちょっと違うもんな。どうかな。多分最初から順序立てて考えていけばなんとかなるんじゃないかな。来た。お、なんか新しいね、こういう全部なるほどが語るパターンね。ボート屋の管理人は生倉弁護士を管理小屋に呼び出しました。出た、再現へ。これが11時50分頃の出来事です。やはりの聞いた銃声はもちろんこの時のものです。その後管理人は生倉弁護士のコートを着て彼になりすまします。うん、そして三剣とボートに乗り湖の中央へ出た。太郎道君、ではボートの上でピストルを撃ったのは。いやもうこれでしょう。もちろんピストルを撃ったのは犯人の方です。剣に当たらないように適当に2発撃ったんです。ちょっと待ってください、当てるつもりがないならなぜ2発も撃ったんですか。う、細かいこと聞くなよ。どうした弁護士、言っておくが説明に詰まった時点で貴様の負けだぞ。なぜ犯人は2発撃たなければならなかったのか。ああ、目撃者ね、確かに一発目を外したから、まあこれだろう、消去法でね。それは目撃者を作るためだったと考えられます。目撃者を作る、まあそりゃいっぱい撃った方がね、そりゃなんだこの音ってなるもんな。犯人はまず一発ピストルを撃ちます。そうすればその音を聞いた人は必ず湖を見る。おー、確かに小さな夏美さんも音がしたから湖の方を見ています。さて
犯人は少し間を置いてから2発目を撃ちました。そして飛び込んだと。犯人は自分から湖に飛び込んだんです。ピストルはボートの上に残して。なるほど、それをご飯から見ていればもう片方の人物に撃たれたと思ってしまうでしょうね。犯人はカメラが設置されていることは知りませんからね。わざと目立つように発って誰かに見てもらおうとしたんです。むあとは簡単です。湖を泳いで戻った管理人のおじさんは生倉弁護士の死体に元通りコートを着せて、その死体は湖に投げ込んだんです。これが今回の事件の真相です。まあでも微妙だよな。まあ分からんでもないけどさ、なんか証拠がね。法廷係官、今すぐ先ほどの証人を連れてきなさい。あのボート小屋の管理人です。早く。来るの？おじちゃん。こっからあれかな、 DL65 事件の話突っ込んでいくのかな、おっちゃんに。ではあの管理人が来るまでの間、被告人三剣玲二に話を伺いましょう。被告人、証言台についてください。あ、お前をここで見るとはな。三剣君、弁護人の話は聞きましたね。うむ、いかがですか。なぜあなたはあの晩湖に行ったのでしょう。なるほど、弁護士の言ったことは大体において正しい。気味が悪いぐらいだ。そう、私は数日前一通の封書を受け取った。生倉弁護士という男からの手紙で、クリスマスイブの夜の12時湖のボート小屋に来い、大事な話があると。大事な話とは。それは言えない。裁判長殿。係官、審理中です。静かに。管理人が消えました。管理小屋にも帰っていません。何ですって。どうしましょう。早くあの後を追うのです。逃がしてはなりません。絶対犯人じゃん。もうそれされたら絶対犯人じゃん、おっちゃん。金間源氏、逃げた管理人はすでに手配済みだ。むう。さて、言うまでもなくこの状態で判決を下すことは不可能です。よって審理を明朝最終日まで延期します。警察は全力を挙げて管理人の行方を探すように。いいですね。あ、じゃあもう本当にじゃあ DL65 事件のもう締め切りギリギリだな、時効の。そしてもう一つ、一体あの管理人は誰なのか。彼の身元も非常に重要だと考えます。合わせて調査を命じます。では本日はこれにて閉廷。なんとか乗り切ったな。じゃあ次の裁判が最後か。なるほど、やったね。なんとか有罪判決をうやむやにできたよ。でもでも、金間検事もやっぱりさんのデタラメぶりには肩なしだね。やっぱりさんのおかげだよ。やはりか、敵に回すと恐ろしい男だな。それにしても毎回毎回なんでこうギリギリまで追い詰められるかな。本当にね、裏人を助ける前にこっちが参っちゃうよなあ、三剣。あの三剣剣士は何だろうか。なんでそんな苦しそうな顔をしているんですか。この分なら明日は多分無罪っぽいっすよ。たまにはちょっとニコニコしてみましょうよ。君たちにはすまないのだが、どうもそういうわけにはいかないかもしれない。どういうことだ。なるほど、ずっと迷っていることがある。君に話すべきかどうか。ミスルギ、もう時間がない。話してしまって楽になりたい。しかしやはり今は決心がつかない。まあ、あのおっちゃんがだから DL の人ってことかな。それは何の話だ、ミツルギ。私の悪夢の話だ。
私が犯した罪の記憶、お前の罪、殺人の記憶だ。まあ、これが多分 DL65 事件の多分あれじゃない、ピストル撃っちゃったけどさ、なんかお父さんに当たっちゃったじゃないけどさ、そういうことじゃないの？で、自分で勝手にさ、なんか罪だと思ってるとかさ、そういうことじゃないの？それ臭くない？なんか自分で罪と思い込んでるパターンあるよな、よく。ミズレ源氏、なんであんなことを。あ、喋ってくれたの？あ、喋ってはないんだ。ミズレ源氏、まさか誰かを。そんなことあるわけがないよ。確かにあいつは今何かの記憶に苦しんでいるけど、誰かの命を奪うなんてありえない。ナルド君。あ、テレビ、ああ。よう、元気かね、諸君。どうよどうよ、俺今日の俺様の証言ぶり。しびれたっしょ、まゆちゃん。え、あ、私。そうですね、ビリッと起きちゃいました。だろだろ、もう惚れちゃっただろ。なあ、なるほど。え、僕。そうだな、キュンときたかな。なんか、いまいちピンとこねえな。みつるぎが助かったのは俺のおかげよ。もっとこう歓迎してくれよ、この俺をよ。話すか、お前じゃ。やはり今日の法廷助かったよ。そうだよね。やっぱり3がいなかったら有罪だったもんね、みつるぎ検事。でもよ、なるほど。確かに暴徒小屋の管理人も怪しいけどさ、三剣の疑いだってまだ晴れたわけじゃねえんだぜ。やっぱりさん、シビアだな。客席で聞いてるとよ、こう言っちゃなんだけど、三剣だって結構怪しい感じがするぜ。お前なんでそこまであいつのこと信じられるんだ。なるほど君。僕はたとえ何があっても何が起こっても、お前たち二人のことだけは信じ抜くつもりなんだよ。なるほど。お前かっこいいな、お前。二人って？三井源氏と私でしょ。何言ってんだよ、俺だろ。なるほど。あ、お前だよ、やはり。そりゃそうだろ、お前歴が違う。歴が仲良く歴が違うだよ。仲良し歴が。私じゃないんだ。でもどうしてのやっぱりさん。え、さあどうしてだ。なるほど、お世話になったとかかな。じゃあいつもそこで黙る。なるほど君。どうしてそんなに三剣賢治にこだわる。確かに最近はちょっと感じが変わったけど、ただの嫌な男だったでしょ、初めて会った時は。絶対昔なんかあれだな、多分恩があるんだろうな。まゆいちゃんは知らないんだよ。弁護士を目指していた頃の三剣レイジよ。それって、そっか、一緒に頑張ってた時期でもないのか。そっか、クラスメイトだもんな。なるほど君と違うクラスメイトだったっていう。うん、僕らが小学生の頃の話だ。僕は助けられたんだ、三剣レイジと、やはりマサシにさ。一生忘れないよ。そのおかげでこうして弁護士にもなったんだ。やはりさ、何のこと。こういうのは大体ね、助けられた側を覚えてるけどね、助けた側を覚えてないんだよ。その悪い、全然覚えてねえや俺。結構しょうもないことなんだよ多分。ほら、ナロド君、今日こそ聞くんだからね、その話。わかったよ。少し長くなるかもしれないけど聞いてもらおうかな。ごめん、俺も長くなるかもしんない。なるほどが、喋れば喋るほど長くなるから。あれはそう、小学4年生の夏、僕は学級裁判にかけられたんだ。学級裁判。やはり覚えてないか、小学4年生の夏だ。僕のクラスの一人の子が給食費を盗まれたんだ。給食費？
僕たちの小学校とても小さなところでさ、毎月親がお金を入れてくれた封筒を先生に提出するんだ。へえ。その封筒が消えたんだよ。3800円入ってた。ああ、そんなことがあったっけな。お前よく知らないかもしれないな、やはり。その日はお前学校を休んでいたから。とにかく封筒が盗まれたのは体育の時間だった。僕はその日風邪気味で体育の授業を休んでいたんだ。授業を休んでいたのは僕だけだった。怪しいな。だから疑われたの。うん。クラッシュのやつが僕を裁判にかけろって。裁判。次の日学級裁判が開かれた。もちろん被告人は僕だ。少な。人少な。めちゃくちゃ小さい学校じゃん。僕はやってないよ。有罪有罪有罪。お前だろ泥棒。返してやれよお金。ひどい人信じられない。絶好。僕がやったって言えよ。隠すんじゃねえよ。言いなさいよ。遊んでやらないからな。もう消しゴム貸して。リエ選手やめさせよ。途中にもだ。体育主義係もこの間550円返せ。そんな人数いないだろ。そんな人数いなかっただろお前。激論じゃんお前。あの人数でそんだけ喋らないだろ。龍一くん、ダメでしょ。人のお金を盗んじゃ。最後に先生がそう言った。謝りなさい、龍一くん。龍一ってかっこいいな。ああ、これなんか、いい写真、いい画像だな、これ。くっそ気持ち悪い T シャツ着てるけど。その瞬間、何が何だかわからなくなって。とても悲しくって、涙が止まらなくて。クラス中の視線が僕に集まった。お前が犯人だって。僕は謝ろうとした。その痕跡の前まで行って。そこで来たのか、あいつが。その時だった。はっ！その必要はない。裁判で物を言うのは証拠品だけなのだ。その他のものは全て沈黙すべし。そんなことも知らないのか、素人どもめ。三剣くん？かっこいい。かわいい。蝶ネクタかわいいな。え、お前の封筒？君じゃないだろ、僕の封筒を盗んだのは。うん。それならば堂々としたまえ。これだけ話し合ったのに君がやったという証拠はない。ということは裁判長、この少年は無罪だ。あ、でもあれだわ、よく見たら後ろにいるわ。なんか後ろに子供いるわ。まだ今チラッと見えるけどさ、俺さ、俺パッと見この4人だけかと思ったんだよ。4人と前にいる2人しかいないと思ったけども、後ろにいるな、5人ぐらい。このあのセリフの下にあるけどさ、見えるこの微妙な隙間に。何を言ってるのレイジ君。盗まれたのはあなたのお金よ。そうだよ、そいつがやったんだよ。証拠なんて必要ないわ。謝らせろよ。いい加減にしろよ。やはりお前かよ。お前たちいつもそうやってグルになって一人を責めて、言われる奴の身にもなってみろってんだよ。こいつやってねえ、やってないって言ってるじゃねえかよ。やはりやんちゃ坊主だな、こうやって見ると。めちゃくちゃやんちゃじゃん、やんちゃじゃん。わかりました。お金は先生が立て替えておきます。学級裁判はこれでおしまいにしましょう。そんなちゃんとした学級裁判ないよな。3人がなんとなく仲良くなったのはめちゃくちゃいい話じゃん。その学級裁判までは特に仲良くなかったのに、これきっかけってめちゃくちゃいいじゃん。なんでやはり覚えてないの。まあ覚えてないか。みつりが覚えててもやはりはな、何気ない一言だったもんな。そんなことがあったんだ。あったような気もするな。あの時僕は思い知らされたんだよ。味方がいない究極の孤独、その辛さをね。あ、今のね、今の剣じゃん。そりゃ救いたいって思うわな。あの時剣がね、孤独から救ってくれたんだから、今回俺が孤独から救ってやろうってね。やっぱりさ、いい人だったんですね。いや、まあ、たまたまその日学校休んでたからよかったけど、そうじゃなかったら絶対俺が疑われてたから。一言じゃなかったんだわ、これが。
事件の陰にやっぱりやはりって言われ続けてたもんな。学級裁判が終わってミスルギから聞いたんだ。お父さんが弁護士だってこと。父親のことを話すときだけは奴の目は子供っぽく光ってた。僕は必ず父さんのような弁護士になるのだよ。立派な弁護士に。かわいい。しかし、それから数ヶ月後、あいつは突然転校していった。DL6 号事件。そう。多分お父さんが亡くなったためだろう。かわいそう。ミツルグの名前を久しぶりに見たのは数年経ってからだ。新聞に彼の名前が大きく載っていた。鬼検事に黒い疑惑というとかいう見出しでね。証拠でち上げ、証言の捜査もみ消し。有罪のためならば何でもする男だと書いてあった。また嫌なとこ切り取ったな、嫌な顔の時を。どうしてだ？何があったんだよ、まるで別人じゃねえか。僕もそう思った。僕はミツルギに会おうと何度も連絡を取った。しかし彼は返事をしてくれなかった。昔の友達に会いたくなかったんだ。そういう姿見せたくなかったんじゃないの？でも僕は諦められなかった。どうしても彼に会って謎を解くんだと。そう決心したんだ。ああ。そこでびっくりすんの？まさか。まさか、なるほど君。そのために。三剣検事に会うために弁護士になったの。それすごいな。三剣大好きじゃん。それは聞くと。弁護士になればあいつは嫌でも僕に会わざるを得ない。ちょ、なんか思ってたんと違うな。戦いたいとかじゃなくて三剣に会いたいからなの。三剣に会いたいから弁護士になったの。法廷でね。僕を信じてくれた三剣を僕は信じている。あいつは苦しんでいる。そして味方がいない。力になれるのは本当のあいつを知っている僕だけだ。なるほど。じゃあお前が俺をただで助けてくれたのも、ああ、お前を信じていたからだ。ただし、ただと言った覚えはないんだけど。なるほどよ。なるほど。必ず助けようね、ミツルギ検事。ああ。とにかく、あの冒頭屋のおじさん、あの人のことを調べようよ。そうだね。とりあえず、もう必要ない証拠品を少し整理するか。よし、行こうか。減った？減ってる。減ってるわ。DL セットになってるわ、DL セットに。どうしようかな、今回これぐらいで終わるか。次回思い出せるかな。なんかどっか行ってあれしようか。あれ出そうか。これ出そうや。こっから行こう。よし、じゃあ、とりあえずここら辺で一旦切るわ。じゃあ、あざした。